皆さんこんにちは。今日は、私またトヨペットさんにお伺いしてるんですけども、やっと半年を切りまして、納車が2月ということで、まだ先なんですけれども、今年の2月に比べれば、かなり時間が経ちまして、あともう少しという気持ちになってきまして、だいぶ楽しみになってまいりました。で、オーナーになって初めてわかることなんですけれども、今回はこのマットですね。で、今回のマットはこの新型ノアボクシーのコンソールボックスが独立式になっているマット。こちらの 3D 立体フロアマット。こちらの方の紹介を今日はしていこうと思います。で、私もこれ納車して、やっぱ気になるのは、このマットです。結構、ミニバンって汚れます。で、僕もステッパーゴン最初納車して、で、どうしてもこう娘たちがここ乗るので、下のこの食べこぼしがすごい気になるんです。で、さらに、こういった、わかりますでしょうか？こういった、レールがあるんですが、こういったレールなんかも、傷がつきやすい。まあ、ここプラスチックになってるんで、傷がつきやすかったりとか、あとはこの中に食べこぼしたダストが入ってしまったりとか、そういうのが結構僕自身気になってたんです。で、フロアマット、純正のですと、どうしても、ここのところ、これ今純正の上からつけてるんですけども、このレール自体は守ってくれないというところがあって、まあ、ステッパーゴンの場合は、まあ、そのまま上からマットを切ったんですけれども、まあ、今回のこのマットは 3D 形状ということで、このノアボクシーの形に合った形状のマットになっています。コスパの高いマットなんで、まあ、ぜひご紹介しようと思います。見ていただくとわかるんですが、これ自体が樹脂になってます。で、ゴムではないんですけど、ちょっと柔らかめの樹脂になっていて、匂いも全然しません。で、ホームセンターで買うようなマットだと、結構ゴムのマットとかですと、匂いがしたりとか、ゴムの匂いがして嫌だなって思ったりするものもあったりすると思うんですけど、材料の匂いとも全くないものになってます。で、これ見ていただくとわかるんですけれども、隅々まで、こういった角のところまで、しっかりと造形されているマットになってまして、まあレールは出ちゃうんですけれども、まあシートを動かしちゃうんで、どうしてもこうレールは出ないとどうしてもシートが動かせないっていうのがあるので、いたしかたないんですが、その代わり、レール以外のところはほぼ全面覆ってくれるということで、まあ新車ですとどうしてもフロアマットをこう汚したくないっていうのはあると思うんです。私もそうだったんで、だけども、だったら何かちょっとこうフロアマットよりも安いもので、全面こう覆ってくれるような何か補助的なものないかなって言った時に便利かなということでご紹介しようと思います。で、まずゴムっぽくなってて何かこぼしたりジュースをこぼしたりしてもこのフロアが汚れずに済むというメリットがまず一つあります。で、もう一つはこちら。ここのフロア、まあ、ノアボクシーの場合ですと、ここのところまでちゃんとカーペットがついてるから汚れにくくていいんですけど、まあ、以前のステッパーゴンはここのところが樹脂だったんですね。だからどうしてもここのところが汚れたりとか傷がいったりとかよくしてたんですけれども、まあ、ここもちゃんと覆ってくれますんで、このステップを踏んだ時に、まあ、ここも汚れにくい。で、ノアボクシーの場合ですとオプションで、こちら、ステップがついてて、ここゴムなので、これはもう材料的にもそうなんですけど、本当に傷がつかないタイプのものになってて、なってるんで、ここも当然大丈夫だし、ここに乗ったとしても覆ってくれてますんで、傷がつかないということで、綺麗に保ってくれるというところがすごくいいところだなと思います。もう一ついいなって思うところは、よくミニバン、鉱石ですと、
シートをスライドさせるんですけれど、そういった時にこのマット自体が煩わしくなる場合があります。ですけどこれは考えられていて、このようにちゃんと、まあ、少し凝ったところどうしても引っかかっちゃうんですけど、割と引っかかりが少ないものになってます。この辺でどうしてもちょっと引っかかりが出ちゃったりはするんですけれど、まあここのレールとレールの間のこの部分です、この輪郭の部分が逃げてますので、あまり噛み込まないでちゃんとシートもスライドしてくれるような、そういった形状になってますので、まあスライドさせたとしても割とずれにくい形状にはなっているということになります。もう一度やってみたいと思います。そういう感じで、はい、見ていただくと分かると思うんですけど、ちゃんとこうずれにくい仕様にはなっていると、まあ、いうことです。マットの上からこのマットを引いちゃうと、シートをスライドするときに巻き込みがどうしても出てきちゃうんで、後ろだけカーペットを外した状態でマットをつけてみたんで、その状態で巻き込みがあるかどうかっていうのを見てみたいと思います。はい、巻き込みはもう全くない状況なんで、このマットをつけてたとしても全く煩わしいこともないし、純正と変わらない使い勝手でシートを動かすということができます。じゃあどうやってやってるのかということなんですけれども、今こちら後ろだけマットを剥がしてます。こことここの部分だけなんですけども、そうするとこの位置が低くなりますんで、ここのレールの部分、レールの部分にこのマットの耳、これです、これが中に入れられるようになります。こんな感じで、なのでシート自体動かした時にこのマットと耳が干渉することがなくなるんで、スムーズにスライドが、まあ、できるようになると、まあ、いうことになりますんで、まあ、やはり2列目、3列目に関して、このレールの、このレール自体のフロア、このレール自体があるフロアに関しては、マットを外した状態で使うのが一番いいのかなと思います。でさらに今度前です。このマットは前と2列目と3列目とラゲッジ4枚セットで 17,800円なんで、非常にコスパの高いものになってます。これ今助手席なんですけど、助手席もここスカーフプレートのところ結構ここ汚れやすくて白くなると思うんです。でもこれもちゃんとスカーフプレートのところまでしっかりと覆ってくれるんで、汚れをちゃんと防いでくれるようにもなってるし、で形取りも非常に綺麗になっていて、本当にぴったりとつきますんで、これ左右一体物になってるんで、このマット自体もずれにくくなってます。結構よくありがちなのが、こうマットがこうずれちゃう車が多かったりするんですけど、そういったのがこれ左右一体なのでマットもずれにくくなってて、でここのところウォークスルーのこのスペースのわずかなところですけど、このところもちゃんとつながっている、そういった仕様のものになってますので、これすごくいいんじゃないかと思います。本当にずれない、ちゃんと形がうまくこう成形されてますので、ピタッとはまって、すごくいいんじゃないかなと思います。はい。これが今、助手席側になります。今度じゃあ、気になるペダルがある運転席側を見てみたいと思います。
はい、今運転席側なんですが、運転席側も、まあ、同様でしっかりとした感じで作られています。でさらにこれ今純正マットの上から引いてます。でもちゃんとこの純正マットを固定するためのこれです。これがちゃんと付けられるようにもなってますんで、まあ、これだとちょっと嫌だなと、もうマットを下取っちゃって、これをもう直に引くんであれば、まあ、ここで固定して止めることもできますんで。でもまあ特に上から引くだけでも全然このマット自体がずれちゃうこともないですし、見ていただくとわかるんですが、ペダルがちゃんとあって、で、ここのペダルのフットレストのところまでしっかりとマットが伸びる。で、結構ここペダルのね、フットレストのところとかって、これマットのちょうど境界の部分になるんですけど、ここ外すとわかるんですけど、こういう感じで、フロアマットとマットと境界になるんです。で、ここのマットのこの下のところに石入っちゃうんですね。はい、もう一回はめ込みましたが、このような形で 3D 形状になっているので、全く石が入り込まない。で、もしこの辺が石が介在したとしたら、一回このマットを外して、外で払っちゃえばいいし、洗っちゃえば済んじゃいますんで、さらにフロアマットの下のマット、それ自体も汚れずに済みますし、砂利とかも購入しないで済むということで、これはね、すごくいいアイテムなんじゃないかなと思います。はい。じゃあ今度はさらに、3列目見てみたいと思います。シートをスライドさせてみたいと思います。こんな形で割とずれにくくはなってる。まあ、完全にずれないわけじゃないんですけれども、割と引っかかりにくくはなってて使いやすいかなと思います。3列目はこんな感じになってまして、ちょうどこの2列目のマットの境がちょうどこの辺になるんですけれども、まあ、この辺が若干巻き込みやすくはなってるんですが、ちゃんとこの部分、境のところ、しっかりと固定してあげれば、結構巻き込みも減るんじゃないかなとは思います。で、3列目も、しっかりと、この、3列目は下はスライド式じゃなくて固定式になるんですが、しっかりと位置もぴったりと合ってますし、まあ当然なんですけども、シートレールの形状にちゃんとピタッとフィットする設定になってますんで、このシートの格納にも特に問題がない作りになってます。まあこのように3列目の下の部分、U字のところが固定するポイントになってますけども、この辺がちゃんと逃げが作ってありますんで、で、この状態で、まあ、このような感じで、特にマット自体も邪魔になりませんので、本当に、まあ、純正とまでは言わないですけれども、まあ、純正に近いようなフィッティングの、まあ、ラバー、樹脂のマットになっててすごくいいんじゃないかと思います。まあ、これからの時期ですと冬場になるにつれてこの車の納車も増えてくると思うんですけれど、まあ、スキーに出かけたりとか足場の悪いところに出かけたりする時なんかでも活躍してくれるマットなんじゃないかと思います。はい、最後にラゲッジです。ラゲッジもちゃんとマットがついてまして、僕思ったのはやっぱりラゲッジですね。このマットがやっぱあった方がいいなと。で、ノアボクシーの場合ですと、やっぱ3列目がシートが硬いですよね。ステッパゴンとかに比べてしまうと。だから、どちらかというと、ノアボクシーに関しては3列目はもう補助席的な感覚で、どちらかというと、まあ普段は、ここはもうラゲッジの荷室として広く空間を使うっていう方が向いてると思うんです。そういった時に、このマットがついてないと、やっぱここ汚れるんです。で、どうしてもここ汚れちゃうと、これ自体をこう剥がすわけにはいかないんで、やっぱマットが欲しいなと思ってたところだったんですけれども、まあ、これがあることによって、このラゲッジの空間というのも、
ちゃんと人間が行き来できるような、そういった空間になりますので、まあ、車をフルにこう広々と使えるようになると、まあ、いうことで、やっぱりここのラゲッジのスペースに関しては、まあ、マットがあるというのは必要なのかなと、まあ、私自身も思います。はい。ってことで、今回こちらの新型ノアボクシーの、今回はこちらは、ノアの、こちらです。センターコンソールが独立式タイプの、こちらのマットのご紹介でした。2列目、3列目以降は、私の車もそうなんですけど、独立式じゃない車でしたら、2列目、3列目は同じになりますので、まあ、使えるものになりますので、まあ、ぜひ、まあ、納車の機会に、やはり車は綺麗に使えたらいいに越したことはないと思いますので、こちらのマットをぜひ使っていただけるといいのではないかと思います。さらにこちらは、ラブ4。ハリア、ホンダの N-BOX、まあ、トヨタのライズ、それからダイハツのロッキー、フリードもありますので、まあ、ぜひ、まあ、納車の機会に購入の検討にしていただけると幸いかなと思います。私もこちら納車しましたら、このマットを使ってみたいなと思っております。はい。当チャンネルでは、車よびカー用品のレビューを行っております。また最近ではこういったガジェット系のレビュー等も行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価いただけますと、今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは、失礼をいたします。